一生も美しく、資生堂がお送りします。いやいや本当にもうね、お客さん割れんばかりの歓声っていうのはこういうことを言うんだろうね。約1年ぶり、はい、でもなんか確かになんかより一層こう大人な三浦君になったイメージが感じだね。そうですね。今いくつになった？今20歳になりました。あ、おめでとう。20歳に。じゃあ選挙とかも行った？あ、じゃあね。行ってないや。いやでも一応行ったってことしとこうか。お、参院選行った。あ、行きました。嘘つけ。じゃあ今日はなんかその写真もいっぱいあるみたいなので、ね、はい、今回ご自宅の写真を撮ってきていただいたんですけど、うん、まずはこちらです。おこれは何、玄関この声で、あ、そうです、玄関にちょっと通じてる通路なんですけど、ちょっと観葉植物を、大きいのこれ、大きそうだね、廊下に置いちゃってるってこと、なんか廊下のちょっと脇なんですけど、うん、右側がちょっと廊下なんですけど、うんうん、でそれをちょっといただいて、いただき物なんだ、はい、これは、おこれなんていう植物なの、わかりません、わからない、うん、ちょっと調べてみようか、せっかくいただいたからね。そうですね、おはい、続きましてこちらです。あら、おこちら緑ですけどね、おあと下に小物が、これは何でしょうか、ちょっと紹介していただけますか。ちょっとアクセサリーとかを置いとくような場所で、あ、なるほど、で馬とかは、うん、ニューヨークでちょっとお土産で買ってきたものだったりとか、おお、大体じゃあこの辺にいつもアクセサリーとかは置いてますね、置く場所が決まってんだ、はい、どうなの、部屋も結構綺麗にいつも埃もなく片付いてる感じ、ルンバっていう自動掃除機があって、それに結構助けてもらったりとかしてるんです。おあれやっぱりかなり有効利用できる、あ、いいですよ、あ、そう、すごい可愛いんですよ、あいつがこうちゃんと家出る前にピッて押して、で掃除、帰ってきたらもうちゃんと掃除した後に自分の充電するところにこう戻ってくるんで、すごい可愛いなっていう。そんなお前が可愛いな、見てないわけじゃん。ひょっとしたら働いてないかもしれない。あ、そうだからピッてなってもそのまま帰ってるかもしれない。直帰してるかもしれない。いやでもやつはこうちょっと洗濯物とか下に置いとくと、こうたまに帰ってきたらその洗濯物に絡まって力つけるとか。なるほど。そういうのを見ると頑張ったんだなって。そうか、じゃあルンバに癒されてるんだ。癒されてます。おお、じゃあ次行こうか。はい、続きましてこちらです。あ、おこれ何のセンス、これはファンの人からいただいたセンスなんですけど、はい、なんかなかなかこういう馬のいっぱい馬が走ってるようなセンスってあまり見ないなと思って、お、確かにね、結構綺麗なんですよ、ラメラメが入ってたりとかして、だから結構馬が お好きなんです。あ、好きです。お、なんで、名前に馬が入って、あ、そうですか、ハルマの馬でね、ハルマって本名、はい、あ、なるほどなるほど、春に生まれた馬年なんです。あ、意外と単純なネーミングなんだ、すごいかっこいい名前だけど、かっこいいよね、ハルマってね、そう聞くとね、あ、生まれて名付けられた由来はそうなんだ、春に生まれた馬年、ものすごい不機嫌になったよね、さっき、まあ、さっきの俺の発言で、そうなのかなって思ったんですけど、ちゃんと母親に聞いたら、天空に元気に登っていく春芽っていう、春馬っていう、おう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 、由来らしいんですけど、あ、やっぱちゃんとかっこいい ね、 由 来、 がね、由来はあんのよ、かっこいい、なるほど、はい、そして、はい、続きましてこちらは、おう、あ、何これ、これはですね、僕9月25日公開の君届けっていう映画の片谷翔太くんをやらせてもらってるんですよ、はい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 、はい、でその原作者の椎名カルホさんっていう先生がちょっと僕にちょっと似せてほくろをちょっとつけてもらって、あ、ね、あのところに、はい、うそういう色紙をいただいてすごく嬉しいなって、あ、なこういう番宣の仕方ってあるんだそっちですか、写真の何枚目かに紛れ込まして勉強になるわ、完全に好き疲れたわはい、続きましてこちらです、
おこれはあこれは懐かしい感じですね。そうだね、ぶら下がり健康器。はい、そうです。これやってんのこれ、はい、これで懸垂とかするんです。お何回毎日やってる。結構やってます。どれぐらいやってんの。やるときはそのちょっと休んだりとかして50回とか、一気に20回やったりとか一気に30回やったりとか。すごいね、50回とかはなかなかいけないよね。お無理だな。いや一気に僕も50回できないんですけど。でも20回とかはガンガンいけるんだ、はい、すごいね。これは何、誰かからのプレゼントなの。いや自分でちょっとドンキホーテ行って。おお、まあ、ドンキとか行くんだ。行かなそうだけどね。あんま行かないですけど、ちょっとこれが欲しくてちょっとドンキにあるよって聞いたんで、で買って一生懸命こう持って帰って、で自分でこう汗かきながらこう組み立てて、そうなんだ。おお、はい、続いては、うん、お漫画、はい、初めの一歩ね、漫画シリーズ、お初めの一歩面白いよね。そうです、本当に。あ上田さんも大好きな。お俺も全部持ってるよ。ボクシングとかやられてるんでしたっけ。あまあちょっとジムにチラッと行ったりとかね。いいですね。あ、ボクシング何やりたいの。やりたいです、興味あります、すごく。おお、行く一緒に。はい、ま、マジで。おお、行く行く。いやいや、全然その喜んで紹介はいくらでも。すみません。ね、ただそのさ、これよく見るとさ、はい、なんでこの右の方から並んでんの、その本が。うん、普通こっち左側から 1,2,3,4,5 って並べるじゃん。あれ、そうなんですか。君の中ではこっちからと思ってたんだ。いやいや、本屋さんとか行っても まずこっちから並んでるじゃん。そうか。おう、違和感なかった。はい、なかったし。中国に留学してた。してない、はい、ね、こっちもそうだもんね。こっち側から 1,2,3,4,5 って本当だ来てるもんね。どっちでもいいんじゃない。いやいや、どっちでもいいんですけど若干違和感がね。実はですね、春馬くんが初めの一歩が大好きだというのを聞いてたんで、あの作者の森川ジョージさんにお願いしてですね、こんなプレゼントを用意させていただきました。何なんだ。うわー嬉しいな。何よ何。これですね、実は50体限定で作られたものらしいんですよ。うわなんですけど、今回特別に51体目を作っていただいて、まだな。さらに森川さんのサインが入ってる。あ、本当だ、三浦春馬さんって書いてある。うわ嬉しい。あ、すげー。じゃあ、すごい俺は。まあ、そうだ、俺も全部持ってるし、俺ゲームも買ったっつーの。初めの一歩の。なあ、俺は MC じゃないですか。そっちか。え、あ、これですか。うん、あ、この最新刊も買ったよ。最新刊92巻。お、これデザイン。あ、残念ながら名前入ってるわ。やった。いやいや、ありがとうございます。お、今一度聞くけど俺は。ね、よかったね。おめでとう。これだ、すごいね。でもこれ三浦さんマジで嬉しいだろう。はい、すごい嬉しいです。この中がこう立体になる。わー、ほんとだ、いろんな角度から持ってるものをどうやって作るんだろうか。すげえこれ、ね、これ僕のペアがついちゃいました、ね、あ全然。あとちゃんと拭いてください。お前が拭け。